なんと薄情なサレコアッパ。出た。皆さんどうも、笑顔のまぶした太陽球大賀ひなたです。今回もドラクエ 11S 実況やっていきたいと思います。ということで今回はね、機内を探しに行きたいんですけど、その前にこの方を見つけちゃった。ふふふ、次は何して遊ぼうかな。ロトゼタシアは楽しいことがいっぱいで目移りしちゃうよ。わわ、勇者様いつからそこに。この合言葉を教えてあげるから今の話長老には内緒にして。どうしよっかな。わ、呪われし姫君の祭壇のラパンハウスが解放されたようだ。エイトだね。よし、じゃあ早速機内探しに行こうかな。この村の探索をしつつね。ほら、誰。人魚さんがどんな姿なのかジージに教えてもらったの。真珠みたいにツルツルのほっぺ、キラキラのお魚の尻尾と海みたいに青いお目目、それからパクッと人間を食べる耳まで裂けたおっきなお口、ふふふ、へんなの。いやー、今までの美しい見た目を全部こうぶち壊していったね、口の形で。普通の口だったけどね。ピンクパールてい。あのね、この村に来る人は時々人魚はどこにいるのかって聞いてくるの。人魚を食べると不老不死っていうのになれるから人魚を捕まえるんだって。本当にさ、不老不死になった人がいるわけでもないのにさ、なぜそういうの信じちゃうんだろうね。うわ、武器屋があるね。そして奥に宝箱がある。あ、まじばばば、違う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 。ハゼの剣、戦いの時に道具としても使っても効果がありますよ。いや、ちょっと待ってね。鋼の体験、うわ、めっちゃ攻撃力上がるじゃん。うん、ドラゴンスティック、ドラゴン系の MP を奪いやすい荒ぶるスティック、いいね。強い強い装備が結構出てきたね。トライデント、三つ股の槍、マルティナちゃんめっちゃ攻撃力上がるじゃん。ビーストウィップは使わないから、イカズチの杖、ベロニカとローが強くなるね。買っちゃおうかな。ペイ。わっ、蛇を破る剣の書、よかった。覇者の剣今使わなくて、あ、買わなくて。だから探索は大事なんだよね。宿屋、なんか話あんじゃない。わっ、ちっちゃい子がいる。お母さんちょっと具合が悪いから私が店番してるの。うわ、偉いね。ちょっと休むのはまた今度にしておくよ、ケチンボだから。お父ちゃんが帰ってくるまでは僕が銀行さんの役をやるよ。練習したから大人みたいにできるんだ。かわいいね。ちょっとメガネかけて。あ、1000ゴールド預かってた。まあいっか。全然銀行とか使わない。うちの子供たちはしっかり者さ。母ちゃんは熱があるから代わりに2人で店番をやるって言うんさ。ほんとね、いい子だよ。よかったね、お母さん。お母さんの子育ての努力の賜物だよ。防具屋は何があるのかな。鋼の鎧、ああ下がっちゃうんだ。そっかそっか。影のターバン、なるほど。盗賊たちが身につける顔隠しターバン、なるほどね。シルビアが結構どれをかぶっても上がるな。ということは今結構弱いのを使ってんだね。あ、本棚。わっ、真珠加工入門、やった。ピンクパールリングと信号の術ゲット。わっ、トレジャーハンターの伝言第2章きた。私は七種のトレジャーハンター、虹色の枝を乗せた船が南国の海で沈んだという風の噂を頼りにこの村へやってきた。村一番の漁師に海蔵を渡す代わりに海の底をさらってもらったが、網にかかったものは美味しそうなホタテだけだった。今は村の酒場でホタテを調理してもらって美人な若おかみとおしゃべりしながらちびちび酒を飲んでいるが、すこぶるうまい。村一番の漁師は許嫁がいるそうだが、あまり乗り気じゃないみたいだ。心に決めた人が他にいるのだろうか。え、ああ、もうすぐ夜が明ける。虹色の枝は見つからなかったが、楽しい時間と友を得た。旅とは良いものだ。もしかしてこの村の恐ろしい呪いのお話は実話なのかな、もしや。てい、今の本。うお、大砲、びっくりした。
夜になっちゃった。なんですと、化け物一家退治を手伝ってくださると、なんと優しく勇敢なお人じゃ。一説によれば化け物イカは大きな音を嫌うというってな、村の大砲が役に立つかもしれん。本当？東の崖下に住む大砲婆さんに大砲を貸してもらえるか掛け合ってみるといいだろう。かあ、大砲婆さんか。崖の上にいるっぽいね。僕は人魚なんて全然怖くないよ。別に人魚が怖いわけじゃないけど、一人でいたくない気分なんだ。僕が寝てるまでここにいていいよ。本当は怖いんだね。かわいい。パカッ。わ、酒場、またここもいい雰囲気だけど誰もいないじゃん。旅の方何の用だい？へえ、人魚の紙芝居を見たのかい。すまないけどその話はやめとくれ。海での不幸は人魚の仕業じゃとわしが子供の頃から言われておるでな。縁起が悪いったらないよ。あ、そうなんだ。全然酒場に人いないんだけど、情報集まる情報もこうじゃ集まんないよ。うち機内のこと苦手なのよね。いくら男前だって言っても酒をやらない人なんてつまんない。あら、機内を知る人がお酒やらないんだ。真面目そうじゃん。お、大砲婆さんの家めっちゃ本あるんだけど。海の怪物たちという図鑑だ。第4の海の怪物人魚。人魚の姿は一般的に上半身が人間の女性、下半身は魚の尾ひれとされている。美しい歌声を持ち、その声を聞いた人々を眠らせて海へ引きずり込む。そして人々の魂をむさぼり食らうのだ。怖い。もしもあなたが航海の途中で海を泳ぐ美しい女性を見かけても、決して声をかけてはならない。その女性が人魚だったなら、あなたはこの真実を知ることもなく死の眠りにつくこととなるだろう。いや、全然そんなことなかったけど、ピンピンに生きてるけどね私。ピンク色の残像、アリス伝説の証明。え、アリス伝説？貧しい農家の出身でありながら、その人柄と腕っぷしだけでバンデルフォン王国の海軍将校に上り詰め、敬愛する国王の死とともに海賊に転身した愛と正義のピンクマスクは、ある日世界を熱狂させる事件を起こす。友人の旅芸人とともに、あまたの軍艦、商船、貨物船のマストをピンク色に染め上げ、敬愛する国王へ哀悼を捧げたのだ。うわ、シルビアとアリスちゃんのことじゃん。あのピンク色に染まった海は今もなお私たちの心に焼き付いて離れない。ピンク色の残像、その名はアリス。アリスちゃん海軍将校だったん？めっちゃすごい人じゃん。あ、おばあさんいるね。いかがなされた旅の方、わしに何かご用ですかな。化け物イカたちのこと話した。ほう、化け物イカのクラゴン退治に行くか。ならば大砲を一門持っていくかえ。クラゴンは大砲の音を怖がるでの。そういえばどこだっけ、ダーハルネでも怖がってたね。ただし条件がある。大砲は亡くなった夫が残した形見で、思い出が詰まった大事な品じゃ。大切に使うと約束してくれるか。いや、もちろんですよ。言い得てたらどうなの。なんと白状な、されこわっぱ。物を大切にできない者にわしの大事な大砲は預けられん。そうですよね、ごめんなさい、めっちゃ怒られちゃった。少しは心を入れ替えたかの。どうじゃ、わしの大砲を大切に使うと約束できるか。はい。うむ、よいじゃろう。わしの大砲コレクションの中からとびっきりのものを授けてやるぞ。大砲を手に入れた。ちなみにわしの大砲はすべて空砲じゃ。大砲で物を撃つのはわしの主義に反するでな。まあクラゴには聞くから安心なさい。わしの大砲は重くて重いから、大きいから旅の人が持ち歩くには無関じゃろう。大砲はお主の船に届けておくぞ。いや、なんてできる人なんだ。めっちゃ気が利くじゃん。ってことは今手持ちにはないってことね。あ、これが大砲。これでいつも撃ってんの？よっ。わあ、ここ東の崖。すごい、村を一望できるよ。わあ、海。あ、シルビアの船が見えるね。いいね、この場所。ここで大砲撃つのか。うっ？わあ、撃てちゃった。ボーン、ボーン、ボーン。楽しい。てい。てい。わっ、こんなところにも赤の扉がある。鍵のかかった部屋。この村には変わり者のばあさんがいてね、で崖の上にある大砲を毎朝撃つから大砲ばあさんって呼ばれてるさ。日の出と同時にドカンと一発、朝寝坊なんてさせてもらえないさ。いや、いいじゃんいいじゃん、健康だよその方が。ブツブツ。先月結婚したばかりなのに夫はクラゴン退治に行ってしまったの。だから夫の無事を祈ってるのよ。海の神様お願いです。どうかどうか
まあそうだよね。化け物イカなんて普通の人が倒せるわけないよね。ぴょい。はい、ということで、これから化け物イカクラーゴンを倒しに行こうかなと思うんですけど、その前にカジノに行ってきて、動画外で。そしたらね、まさかのボーナス続きで100枚買った状態から、780枚くらい増やすことができたので、バニースーツを買いました。あの衣装のレシピを。なのでちょっとみんなの装備を整えたいと思います。わー、バニースーツになりました。見た目、あ、でも待って、見た目変更できるからガーターベルトにして、あ、ガーターベルトでもこの見た目のままだ。ハサミバンドはこれにしよう。これにすると戻っちゃうんだ。で、見た目変更でバニーガールスタイルでこれに変えよう。よし、これで OK。 ぽいぽい。おー、かわいい感じになりました。緑なんだね。ぽいぽいぽい。あ、そしてカミュよ。カミュね、大海賊のターバンつけられるようになったんだ。ぽいぽい。おー、変わりました。カミュの格好がかっこいいね、これ。ほい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 。わあ、なんかベロニカちゃんとおそろになったね。あ、いいね、この双子感というか姉妹感というか。しばらくこれでいこうかな。前の装備の方が好きだったけど、正直見た目は結構いい感じになってきてない？あー、個性的なメンバー揃ってきたな。よし、じゃあ化け物イカ倒しに行こっか。大砲、あ、大砲は、あ、船にあるのか。よし、ここかな。化け物イカいるのかね、クラゴン。お、うーん、いたいた。あれがクラゴンを倒しに来た船団ね。乗組員の中に機内がいるはずだわ。すごい叫んでるね。ねえ、あなたたち、そっちに機内って人いる？結構離れてんな。あら、あの人たちなんか言ってるわ。遠くてよく見えないけど、うずら？めっちゃ焦ってるよ。上だ！うわ、なに？うわぁ！船が降ってきた。あ、出た、クラーゴン。また会ったな。おい、嘘だろ？出た。また会ったわね、暴れん坊さん。ダーハルーネでの借りお返しするわ。みんな耳を塞ぎなさい。何これ。お、え、スルメにおなり。え、なんかこんなストーリーあったっけ。うわ、大砲。うわ、ひるんだわ。今がチャンスよ。みんなでマリネにしちゃいましょう。マリネだって。来たぞ。空砲の音で弱っている。やった、頑張るわ。混乱状態。まずはあのやんちゃな足を なんとかしないとまずそう。そっか、あ、待って、入れ替えちゃったばっかりで、さっき戦闘でちょっと入れ替えちゃったんだよね。いや、しばらくこれでやってみるか。いや、ベロニカちゃんだけ欲しいな。ベロニカちゃんこれにして、こうしよう。これで行こう。オッケー、これでお願いします。で、マルティナちゃんから、どうしよっかな。じゃあ普通に右足からこう行こう。右足混乱してる。仲間呼んだ？そうだよね、助け来ないよね。で、私は分回し、これ無理だよね。ブレードガードしよう。
お、いいね、いいね。何にもやってこないじゃん。え、あ、右足に44のダメージ。ナイス。で、シルビアね、なんで回復役このパーティーにいないかというと、なんと、じゃん、ハッスルダンス覚えました。メダパニダンスっていうのもあるんだけど、まあこれはいいでしょう。皮膚芸より普通に攻撃した方が良さそうだな。やばい、全体攻撃の人誰もいないじゃん。右足がやられそう。よしよしよし。え、ちょっとベロニカちゃん、うわ、やめて、やめてやめて。来た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 。待って、連携あるんだけど。超暴走魔法陣、仲間全員の呪文が超暴走しやすい。んー、それはいいかな。で、呪文のイオ、いけい。よしよし、いい感じ。いいね、大砲結構役に立つんだよね。これがこの連携も一緒？一緒だよね。じゃあ右足に攻撃。渾身切りでもよかったな。よし、右足倒した。皮膚芸だとどのくらい効くのかな。そーら41。普通に攻撃するのとどっちが強かったかな。やばい、全然勝てちゃう。これ全然勝てちゃう。渾身切りで左足いこう。えい、そりゃ、わあ、120に強い。マルティナちゃんの左足に攻撃して、ヒップアタックだといくらだったんだろう。で、相変わらずイオで、いいねいいね。左足を倒した。あ、我に返っちゃった。どこから攻撃したの。ちょっとベロニカちゃんはもうイオ要因終わったから、カミュに入れ替えよう。カミュとこうかな。オッケー、これで任せな。お願いします。で、シルビアは普通に攻撃するとどんくらいになる。せい、遠いな。39。皮膚芸の方が若干、うわ、爆裂系、うわ、爆裂系来た。でもあんまり強くないね。守備力と攻撃力見てもらった。うわ、出た出た出た。これ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 、息だ、凍てつく氷の息。ヒップアタックはどうでしょう。そうね、52、強いね。で、私は相変わらず渾身切りでクラゴンに、はい、73で、これよ、これバイパーファングやってもらいましょう。バイパーファング、お願いします。あら、毒なんない。で、ちょっとみんなハッスルダンスで回復しちゃおう。それ助かったぜ。いいねー、これ全体回復強い。で、相変わらずヒップアタック、パフパフしてみようか。そう、いろ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 試してみよう。効かないのか。一旦無駄にしちゃったな。もう一回お願いします。暗いな。毒になって、なった。よし、猛毒に侵された。あ、ちょっと今のでパフパフのことを思い浮かべちゃった。まあやめてくれよ、マルティナちゃんにパフパフやらせるの失敗だったな。で、メダパニダンスやってみる。さあ、皆さんご一緒に。はい、混乱した。よし、いいね。オッケー、武器ガード率元に戻っちゃったね。はっ、でもあんま攻撃してこないから、あ、我に返っちゃった。相性ダメだな。じゃあこれ、タナス、あれ、毒なってるね。タナトスハントで。暗いな、遠いな。115、強い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 。もう消えちゃうんだね、もう。無駄よ。爆裂剣強いね。で、マルティナちゃんはヒップアタックで攻撃。そうね、いいね。ちょっとハッスルダンスやりましょう。カミちゃん、あ、カメちゃん、助かったぜ。すごい。あ、眠っちゃった私。ムーンサルトだとどんくらいになる。はい、あ、強いね。どっちが強いんだろう。こっちも眠らせてみる。せや、あ、眠った。お互い眠っている。
で、突っ込みよ。なんでやねん。よし、起きた。目覚ましたぞ。お、いいねこの流れ。ヒュプノサントやろう。強い、神が強い。ボス戦でめっちゃ強い。自己再生。うわ、左足再生した。右足も再生した。まあ、うわあ、これはダメだ。ベロニカちゃんに戻すとき、戻すしかないね。マルティナ戻すか。で、ハッスルダンス。オッケーオッケーオッケー。ちょっと待って、マルティナ、一回これ攻撃したら戻そう。それ。あ、またマルティナちゃん？すごいな。クラゴニー。かわいいな。で、マルティナちゃんを入れ替えて。あ、亀が一番守備力高い。そうだね。で、これで任せて。お願いします。そしたら亀はもう一回バイパーファングをクラゴンにやってもらおう。くらいな。よしよし、22か。かばう、かばってる。クラゴンかばってる。ちょっとブレードガードしとこう。もう一回で、メダパニダンスやってみるか。メダパニダンスよ。はい。する？しないか。うわ、ハッスルダンスやめて。何の？お、いいね、シルビア。めっちゃカボじゃん。爆裂剣。あー、待って、それはまずい。待って、ベロニカちゃん死んじゃう。死んじゃった。最悪じゃん。ダメだ。回復が追いつかないね。こうなるといきなり。でも主人公いらないんじゃないか説出てきたわ。回復しよう。回復、待って、一回入れ替えて、カミューとセーニャ入れ替えようか。で、セーニャ守備力94、こうしよう。一応頑張ります。オッケー、お願いします。で、まずは入れ替えじゃない、呪文のベホイミで、シルビアやりたいとこだけど自分でやろう。やっ、オッケー。はぁ、よし、来た。シルビア、シルビア、ちなみに連携はメラハリケーンか。敵地グループに火炎の竜巻をやりたいけど、ちょっとまだ今鳴ったばっかりだから、特技のハッスルダンスでしょ今は。 MP 足りない。うわー、マジ MP 足りないか。じゃあこれやっといて。敵1グループだからダメじゃん。道具、条約層で自分回復しましょう。はい。ハッスルダンスめっちゃ MP 使うじゃん。じゃあ、わっ、わー、まずい。いやー、きっす、いきなり。誰？私か。私の特技じゃない、道具で魔法の聖水をシルビアにあげよう。はっ、よろしくお願いします。あー、立ち上がれない。まずは自分、こっちだな。厳しい。立て直さないと、ずっとかばっててくれないかな。やめて、やめて。あー、もう死んじゃった。きつい、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 きつい。え、嘘。まずい。ちょっと待って、入れ替えよう、まずみんな。こうだ。いや、しんどいな。さあ、行くぜ。強い。神やばいじゃんっていうか、ベホエミ。はっ、助かったぜ。いや、きっついこれ。
まずはあれだね、足倒さなきゃ。寝ちゃったし。どうしようかな。普通に眠らせよう。スリープダガー。右足。くらいな。寝れない。寝ないか。普通に攻撃したらどんくらいな。45。眠っちゃってる。起きてよ。クラウボンから倒した方が良かったんじゃないか説。普通にでも HP 高いのか。ヒップアタックで右足倒そう。よし倒した。これで攻撃手数は減ったはずで。お願いスリープダガー効いて。あばや。ダメだ、効かない。あーもう自己再生やめてよ。まずいぞこれ。目覚めて、お願いだから。いつまでも転んでなんかって言ってる場合じゃないよ。ほんとベホイミで。どうしよう、自分回復するか。やっ、やばいな、 MP がなくなってきた。ベホイミ、シルビア回復させたいね。ベホイミ、マルティネちょっとやめて。気をつけるのじゃ。やめてそれ。特技で、右足せや。どうしようね。とりあえず入れ替えでシルビアをこうして、で自分の呪文でちょっとマルティナ回復させよう。はっ、やめてー。でローでお願い、生き返ってシルビア頼む。いやー生き返った。でも耐えられるか。あ、危ない。いったったった。あー来た来た来た。ヒップアタックで右足。そうね、自己再生がきつい。あーお願いやめて。やめてやめてやめて、シルビアがやめて。死んじゃう死んじゃう、危ない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 。あーうん。いや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 、おかしいおかしいおかしいよ。もう回復できなくなっちゃった。世界中の歯とか持ってないしな。もう終わったやん。髪もこんな状態だしね。任せな。任せらんないよ。ベホイミでまず自分か。やっ、 MP がない。右足、ええ、自己再生しすぎだよ本当に。死んじゃったマルティナ。また私じゃん。渾身ぎ、あ MP ない。あーこれでも立て直せない。ちょっと動画なんか、あ世界中のハモってるけど、どうここで立て直せるかな。様子がかかってる。甘い気やめて。寝ないで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 、どうがなきゃいい。ああ死んじゃった。どうすっかな。ちょっと入れ替えでもう一回シルビアを決定で生き返らせたい。ザオラルで目覚めよ。これでもう起きなかったら終わる。助かったわ助かったわ。眠ってるし。でもねこうなっちゃうよね。あー爆裂にやめて。あでもあーシルビア死んじゃった結局。なんでローに一発も当たらないの？おかしいでしょう。もう条約層で自分回復。はっ。いやーきつい。命の光よ。生き返った。あれだね。ジェーニャちゃんと。まあ。ダメだ。
これはもう泥試合だ。いや、あ、間違えた。終わったやん。こういう時にかかってくるね。めっちゃ荒いね。ちょっとただ返してくれ。剣がこれずるいって。向かったわ。何回攻撃するんだよ。はぁ、終わった。いや、これはダメでしょ、このレベルで。これは、はい、ということで今回は化け物イカ退治に行こうと思ったんですけども、思いのほかね、強くって、次回は一回レベル上げはやらないで、勇者ひなたとせいやちゃんがゾーンに入ってる状態で、リベンジしてみたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。化け物イカ倒せなくてめちゃくちゃ悔しいです。次回リベンジ編お楽しみにしてください。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。